結成15年以内の漫才日本一決定戦 M1 グランプリ2023の開催発表会見が27日都内で行われ、昨年のファイナリストであるウエストランド、ロングコートダディ、ヨネダ2000、オズワルドらが出席した。昨年の大会を毒舌漫才で優勝したウエストランドに対し、司会の麒麟、川島明が優勝してからいろんなメディアに引っ張りだこで。とんでもなかったでしょう。この半年間と聞くと、井口博之は、ありがたいことにいろいろお仕事もさせていただいたんですけど、やっぱりネタがネタだっただけに会う人会う人、気まずいというか、と話した。一方、相方の川本太は、僕は本当に去年、1年、テレビにほとんど出てなかったので、優勝してからコンビで呼んでいただくことも増えたんですが、また、井口一、人の稼働がだんだん増えてきて、今適度にお休みいただけてます。さらに井口が、チャンピオンと思えないぐらい休みや、リマスと言うと、川島は、おかしいですよね。ちゃんと平等にチャンスは与えた、はずですよと首をかしげた。ちなみに、この会見の後、井口は夜中まで仕事というが、川本はオフで。ちょっと太ったんで、渋谷から阿佐ヶ谷まで歩いて帰りますと話していた。